よーく可愛がった後に沈めたるわ。塞ぎおって俺まだまだ暴れとりんの、ガンガン行っとりましょう。なかなかやるみたいやが、ここまでや。ずいぶんえげつないですね。
壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。火つけとるんは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。鶴野、あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たなお二人さん。そっちの犯人、それでごまかせてるつもりかよ。シシド、さすが英明してますな。どういうつもりだ。俺ら近江の内輪で潰し合ってお前らに何のメリットがある。メリットの話で言うたら、キャッスルはありがたくいただきました。鶴野の頭もお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。金なら渡瀬組も十分稼いでる。今さら鬼人会敵に回してまで欲しがるか。しかも桐生一馬が生きてたこととはつながんねえ。なあ桐生、あんたももういいだろ。顔見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。シシド、俺一人で行く。お前は手出すな。ええ、お手並み拝見といきますわ。お前桐生とはどういう関係なんだ。シシド、鶴野も一枚噛んでたよな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろう、そんなことは。あ、これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない。こいつは仕事だ。だがこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきりケリがついてね。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。Here!
なないでくれよ。キリュウさん、こっから外に出れます。分かった。低下せ、西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ。早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて。西谷は俺が。よっしゃ、これで。お前、何を。なんで西谷生かしとくんです。殺した方が楽に決まっとる。だが、するのは。ジャカシー、もう済んだことや。それに、鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。するの、てめえ、最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった、あの西谷っちゅんは。何。昔俺の射程で組から逃げた若いのがおりましてな、族上がりで、まだ二十歳くらいのやんちゃ坊主でした。組を無断で抜けるのは確かに重罪や。簡単に許してたら他に示しがつかんけど、相手はガキや。じっと探すふりだけして俺は見逃すつもりやった。何があった。俺が放免したそのガキを西谷はけじめつけなあかん言うてわざわざ見つけ出した。よその組のことやっちゅうのに、どっから聞きつけたんか。多分うちの親父にええ格好したかったんやろ。俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。で、
知らせを聞いて俺が駆けつけた時にはもう生爪剥がしたり鼻を削いだり刺した腹の傷いちいち火で炙って、西谷お気に入りのフルコースが終わりかけのとこやった。もう助かるようもない。そのガキは山に生き埋めにされようとしてた。せやから俺はガキの頭に銃でとどめ刺したった。もう苦しまんで済むように。俺もあの会長にはよういたぶられました。鬼人会の闘技場では試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに間引かれる。その時会長はさっき頭の言うてたフルコースでもてなしてた。生き残るためやったら何でもやるしかありませんでした。せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけて地獄に送るべきやった。俺は極道を解散させるっちゅう親父の話を聞いてすぐに賛成しました。けどそのわけはあの人らみたいに小難しい理屈やない。極道が滅びなあかん理由は他にもあるんとちゃいまっか。西谷みたいな外道をのさばらせるくらいならとっとと消えた方がええ。騙し討ちで人に殺しの片棒を担がせた後じゃなきゃもっと説得力があったのかもな。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけカッコしてみよう思うても、所詮同じ穴のムジナや。よっしゃみんなご苦労やった。鬼人会の頭は潰した。俺らの仕事はここまでや。あとは親父の出所を待つ。ええな。上流、先ほど鶴野さんから連絡がありました。三代目西谷誉は死亡、鬼人会の拠点も焼けたと。鶴野は初めから西谷を殺す気でいた。ええ、近江連合の解散を前に西谷の排除は避けられません。その最も確実な方法は彼を殺すことです。それを望まないのはあなただけでした。そうだったんだろうな。近江連合と東城会を同時に解散させるとなれば血が流れずには済みません。西谷の死はきっとそれを最小限に抑えたはずです。より大きな犠牲を出さないためには誰かに泣いてもらわなきゃならない。天下国家を語る連中はいつもそう言ってことを進めるかもしれませんね。鬼人会は殺し屋の元締めのような組です。西谷の手もだいぶ血で汚れていました。彼の犠牲が役立つなら私もそのように進めます。渡瀬や大吾も
同じだと思うか。少なくとも理解はするでしょう。彼らは組織で万単位を束ねる立場。おそらく日常的に残酷な損得感情を強いられてきた。例えば今回の件を知って鶴野にペナルティを与えるか。答えはノーです。仕事が一段落したんで報告に寄っただけなんだ。鶴野に聞いていたんならそれでいい。とにかく近江の解散を前にその最大の障壁はなくなりました。あとは渡瀬の出所を待って極道の解散を見届けるのみです。あなたも一旦蒼天堀を引き払ってはどうでしょう。また渡瀬が出所する前日にでも戻ってくればいい。寺にこもってろってことか。今すぐにとは言いません。やるべきことが済んだらで結構です。今夜はお疲れでしょう。赤目さんのところでゆっくり休んでください。お疲れさん。Hey!
マを取らせやがって。一度寺に戻りましょう。よろしいですか。ああ、もうやることは全部済んでる。さすがですね。では大阪ともしばしのお別れです。渡瀬の出所を待ちましょう。酒が聞いとった量とちゃう。ええー、からあるだけ持ってこいや。色つけて腹たるわ。おお、鶴の葉、久しぶりやの。あんたも忙しそうやないか。まあなあ、明日になったらやっと肩の荷下ろせるわ。そうか。頭が戻ったらいよいよ会長も後目譲るやろ。明日の出所祝いはその景気づけや。渡瀬組が忙しになるんはむしろそっからちゃうか。確かにせやな。けど頭の襲名を一番喜ぶはずやったんは西谷会長や。それが今時勝ち込みでやられた上に上流とかいう犯人も見つからん。ほんま何があったんや。うちでも調べとります。俺も世話になった会長殺されて腹渡にゆっくり返っとる。世話になったお前がかいな。なんでか。なんやおかしなこと言いましたか俺。まあある意味可愛がられとったもんなお前。西谷会長にじっくりなぶられながらごつなったんやろ。身も心も奴隷にされとったんやな。あの人は関西極道の鏡です。可愛がられて光栄でした。ふん。西谷会長のことは親父も胸痛めとるはずや。明日は明るい出迎えたってくれ。ふっ。言われんでも分かっとるわい。ほなな。同じ近江の門に嘘つくっちゅんは胸が痛めますね。
そんな余裕あるかい。こっちも命がけや。あいつなんか解散宣言聞かされて真っ先にブチ切れよるやつやで。ほんま、明日は誰が何しよるかまるで見えん。久々にヒリヒリしますわ。ヒリュウさんはどないしてる？まだ大道寺一般とこです。これから大阪来るはずで。明日いよいよですね、キリュウさん。座禅中なんだがな。ええ、ではお構いなく。いいさ、いつでもどこでもできんのが座禅のいいとこだ。大道寺にとって極道の解散は言ってみればどうでもいいことでした。しかし今になって風向きが変わってきたようです。ん？あなたはご存知かどうか、青木亮という都知事が荻窪先生を追い落とし、後釜として民事党の幹事長になりました。彼こそが表の政治と裏の謀略で近江や東条会に首輪をはめる権力者です。若くして図抜けた力を握ろうとしています。それは大道寺一派にとっても目障りこの上ない。でも明日突然近江連合が解散すれば、青木には深刻なダメージでしょう。つまり？あなたのしている仕事は一派にとっても有益ということです。加えて渡瀬組から受け取った500億の資産。ただ飯食いと言われたあなたが誰よりも大道寺に貢献している。そうやって金で手のひら返してると安く見られるぞ。命を救われた恩もある。ま、それは私の個人的な話ですが。どうした？今日は嫌にしようらしいな。部下との密なコミュニケーションは組織運営の基本です。勉強になるよ。まあそんなわけで、今の仕事が済んだら少しのんびりしてくるといいでしょう。私から上の者にあなたへの褒美をねだっておきます。褒美？ここにこもりっぱなしでは息も詰まります。休暇で一人旅なんてどうです？いい気分転換になりますよ。沖縄や神室町はさすがに避けていただきますが、なるべくご希望に沿います。一人旅か。普段はあまり頭にないかもしれません。でも改めて考えれば、一つくらいどこか行きたい場所はあるでしょう。そういや、いつかハワイに行きたいと思ってた。何か思い入れでも？ユミが言ってたんだ。結婚式といえばハワイでしょって。何かのバカ話の時にポロッとな。ユミというのは沢村ユミさんですね。沢村遥の母親。あなたにとっては最愛の女性。七荒昼記念協会。ん？ひまわりという片田舎の養護施設で育ち、夜の街に生きたユミが憧れた場所だ。その教会がハワイに？だから俺は死ぬまでに一度この国から出て、こいつをその場所に届けてやりたいと思っていた。俺が唯一ユミに贈ることができたプレゼントだ。キリュウさんにそんな素敵な思いがあるとは知りませんでした。花は？はい。余計なお世話だ。確かに私の悪い癖です。アイスとは結婚を約束していたわけでもね。若い頃俺はずっと思いを伝えられずにいた。やっと口にできたのはあいつの死に際だったんだ。
桐生さん。やっぱり今のは忘れてくれ。ハワイってのもたまたま思い出しただけだ。それにまずは明日を乗り切らねえとな。近江の極道たちを前にいきなり解散を切り出すんだ。何が起きるか分かんねえ。ハワイや旅行先でなくてもいいんです。他に何か欲しいものがあれば何でも。俺は自分の人生も名前も消した男だ。欲しいものは何もねえ。もしあったとしてもあんたに用意できるもんじゃねえ。実を言えばあなたが望むものは分かっています。しかし沖縄の子供たちと会わせることだけはできません。ああよく分かってる。お前も来ていたのか、鶴野。ええ、あんたをお待ちしとったんです。こちらの暇人が上流来るまで待ちたい言うて急に来てな。うちは忙しいっちゅうのにほんま迷惑やったわ。わあ、わかったわかった。うっさい女やの。どうした、何があった。ええ、大したことやないんですが、明日の話です。もろもろ説明しとこう思うて。せやけどここじゃなんですから。明日親父とは蒼天堀の外れにある建築現場で待ち合わせです。親父は無所出たその足で来ますんで、バシッとスーツに着替えてもろうてから近江連合の本部へ向かいます。渡瀬は俺が来ると知ってんのか。ええ、弁護士捨てですが、親父にはあんたのことを何もかも知らせとる。俺らが西田にやった時あんたが居合わせとったことも。そうか、その説は騙すような真似してすいませんでした。お前が説明したい話ってのはそっちか。後悔してるわけやない。やり直せたとしても俺はやっぱり西谷を殺します。ただ騙し討ちであんたに手汚させといて、あいつは殺すべきクズやった、自分は正しかった言うて詫びも入れんのは、それはあかんと思い直しました。明日をもって俺は何の肩書きもない元ヤクザや。そんなもんに頭下げられたとこであんたにええことは何もあらへん。せやけどほんまにすんませんでした。極道として生きてきたのは俺もお前と同じだ。すんませんじゃすまねえことだらけ。お前だって今
本気で許されると思って頭下げてるわけじゃねえだろ。お互いやっちまったことはこの先の人生で背負ってくしかねえ。大宮東上会を解散させたとこでそれは同じだ。要するにそれはお許しいただけへんということで。答えは自分で考えろ。自分で考えろってそんな殺生な、イエスかノーかの話じゃないですか。桐生さんに許してもらわな明日に備えられません。お前俺に文句言えた立場か。あ、そうですね、重ね重ね、すいません。で、話はそれだけか。いえ、一つだけやけど、ええニュースもあります。ん？さっき、近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元東上会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか。最近18年ぶりに無所を出てきたんです。うっすら聞いた記憶はある。18年前は俺も檻の中にいたんだな。別の無所だったが。それより春日はなんでオウムに侵入を。春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後浦島太郎をよろしく神室町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。何だと。その時荒川は近江連合に対して東上会の裏切り者を演じ取ったとこでした。芝居を続けるには元東上会の子分を容赦なく撃つ必要があった。それにそうせな春日は他の近江に殺される可能性が高かったんです。だから荒川はギリギリ殺さんように春日を救うために撃った。大した離れ技じゃねえか。春日はその後荒川の真意やら解散計画のことやら全部知りました。で、おやすさんと慕う荒川の呼びかけに応じて大阪へ出てきたっちゅうわけです。明日解散宣言の時も俺らと一緒に備えてくれる。戦力として期待できんのか。真島五郎と冴島大河相手に互角やったそうです。もちろん春日はもう何人か仲間連れてましたけど。そいつは確かにいいニュースだ。明日うちの親父が解散切り出した時はっきりどうなるか読めません。信用できるもんはほんの数人。せやけど親父と東上会の六代目はその場の近江全員に宣戦布告する覚悟です。二人を守りきって解散を遂行するんが俺らの仕事や。ああ、いざって時は俺もあいつらの盾になる。その用心棒代込みの500億だったんだろ。恐れ入ります。ほな桐生さんも明日に備えてゆっくり休んでください。